お待ちど。来たー。それではシロップもたっぷりと、パンケーキが浸かるくらいにたっぷりと。あ、そう、ごめんね。ではお言葉に甘えていただきます。ほっ、このシロップの甘さがたまらない。ビミー、感動しすぎだよ。まあ美味しいのはわかるけどね。愛想のないこわもてマスターだけど、味にはこだわりがあるらしい。メニューはすべて素材から厳選をしていて、他の店よりも断然美味しくて、いや、店のプレゼンをする場ではなかった。